クライスタ実況プレイのパート33です。前回アナムネシスを、倒しました。アナムネシスが異様化した姿のプラトンを倒しまして、未来の魂を救出することができたんですけれども、なんとなくね、あの終わり方がすごくいびつに思えてならないわけですよね。まだまだ、語り尽くされていない部分が、まだまだ多いとというふうに感じているので、引き続きね、ゲームをプレイしていきたいと思います。さあどうなるんだろうな。これだよね。さあどうなるか。まだ心は眠ったまま。いいわ、目が覚めるまでの間、少しだけ。届かなくてもいい、私の願いを。今日が不幸なのだとしても、明日が不幸なのだとしても、昨日も不幸だったのだとしても、流した涙の分だけ、いえ、涙を流したからこそ、きっとその先の未来には笑顔がある。優しい世界の法則なんてどこにもないから。世界は空虚で、世の中は理不尽で、でもだけど、だからこそ意志を持つあなたが涙に意味を与えなければ、味わった悲しみや苦痛に意味を与えてあげなければ、不公平だから、報われないから、何よりも流した涙を糧として笑うあなたの未来はきっと素敵だと思うから、涙に意味を与えてあげて。おはよう、でいいのかな。目が覚めた。あまり無理しないで、自意識をつなぎ止めることに集中して。自意識どういうことかわからない。だったらこう言えばいいのかな。あなたは誰？私はわからないなら見つけ出して、完全に消えてしまう前に。ああ、またなんかこういうこんな感じになるの？自分じゃ料理しないくせに、ハンバーグの椎茸には気づくのかな。細かく刻んで絶対わからないようにしたのに。こんなのセレマだって気づかないよ。ハンバーグでハンバーグ丸ごと残してポテトだけ食べるの、ほんとお姉ちゃんくらいだからね。お姉ちゃん、
最初からってわけじゃないよね。俺ロードしたよね。ああ、来たか。呼び出して悪かったな。なんだ、職員室に呼ばれたから緊張してるのか？それとも久しぶりに投稿したせいか。まあいい。ご両親のことがあって辛いのはわかるが、もう少し学校に顔を出したらどうだ？高校一年で留年なんてお前だって嫌だろう。なあ、聞いてるのか、畑田。私のこと。普通に進めてていいんだよね。ねえ、どういうこと？あいつ言ってた。こうなったのは全部あんたが理由だって。なんで、なんで私がこんな目に遭わないといけないの？あんたのせいなんでしょ？助けてよ、レイ。私こんなところで。私は、私の名前はレイ、畑田レイ。そう、あなたは畑田レイ。もう二度と忘れないで。あ、でもクオンがクオンとして語りかけてきてからちゃんと続きの展開だね。あなたは誰なんですか？え、待って、まだ聞きたいことが。ここ一体どこなんですか？このオープニングの段階でクオン一生懸命レイに語りかけてたのか。自分の部屋にいただけなのに、なんで私こんな場所で。信じられない。無責任です、そういうの。あなた、ずっとついてきてますよね。頼っても無駄ですよ。何が起こっているのか、わけがわからないんですから。頼りたいのは私の方です。これは夢？それならそうって言ってください。私、自慢ではないですが、体力ないので、歩くのも疲れました。夢なら、覚めるまでここにいます。歩けって言うんですか？あなたはどうして私に絡むの？他の蝶とはぐれていいんですか？ちゃん。え？お姉ちゃん。嘘。どうして？お姉ちゃん。未来？あなた、未来なの？私は、未来。畑田、未来。お姉ちゃんの、妹。未来、どうしてあなたまでこんなところに。わかんない。家にいたはずなんだけど、気づいたらここだったんだ。暗いし、誰もいないし、わけわかんないし、
スマホないし、あっても私長だから使えないし、本当に心細かったんだよ。そんな時お姉ちゃんがいるような気がしてついていったの。やっぱりお姉ちゃんだった。大正解だね。よかった。一人ぼっちは怖いもん。もう大丈夫、お姉ちゃんが一緒にいるから。ここが何なのかわからないけど、一緒に抜け出そう。うん。どうしたの？お姉ちゃん、お願いがあるんだけど。小さい頃、私が怖い夢を見て泣いてた時、優しく手を握ってくれたよね。あの時みたいにギュッてして。ありがとうお姉ちゃん、大好き。さてさて、ね、この辺ででかいのが。本当にここって何なんだろう。こんな景色夢としか思えないけど。夢じゃないよ。だってお姉ちゃんの手すっごくあったかかったもん。未来はここに来る前のこと何か覚えてない？家で料理してたことかな。スマホでレシピ調べながら、ああでもないこうでもないって。ほんと偏食な姉を持つと苦労するよ。主食が芋ってどうなの？そこまで変じゃないと思うけど。でご飯ができたから部屋で引きこもってるポテトイーターレイちゃんを呼ぼうとしたら。おかしな呼び名つけないで。あと私は別に引きこもりでは。気がついたらここにいたの。何があったのかは思い出せないよ。私もそう、自分の部屋にいたことしか覚えてなくて。あと私は部屋の内装が気に入っているから比較的室内にいることを好むというだけで。それを引きこもりって言うんだよお姉ちゃん。ええ、お姉ちゃん、もし何かあってもその時は私の手を掴んで離さないでね。大丈夫、約束するから。お姉ちゃんが約束破ったことある？そこそこあるかな。だったらもう破らない。行こう。
読まない。手を掴んで離さないって。自意識をつなぎ止めて、私は魂の隅々から自分が自分である証をかき集めて、そうすれば私は、そうだ、妹を見つけに行かないと。見つけてもう一度手をつながないと。そう、確固たる自意識があれば、理念が活性化していれば、あなたの理念の具象たる守護者はあなたの救済となる。汝の名は何を望む？私はレイ、畑田レイ。妹、未来を助けたい。主畑田レイ、我は守護者ヘラクレイトス、汝の心を映す鏡なり。この力の一片、祝福として受け取るがいい。これは記憶を内包し、世界と時間を超えるほどの輝き。そう、これがイデアの再結晶体、アレセイヤだけど、まだ輝きは弱い。奴らの悪意を退けるにはまだ。なんて辛い記憶、今は私が魂のうちに受け止めて、奴らの目から隠し続ける。だからあなたは強く生き抜いて、レイ姉さん。お、レイを姉と呼ぶか。なんか最初の現れ
シナリオずーっと見ててね、未来は例の、血のつながった、兄弟じゃないっていうのは分かってるし、なんかそれとは別に兄弟がいるっていう話もなんとなく流れた気がするから、まあ多分そういうことなんだろうな。ここまで戻るんだ。久しぶりやな、レイちゃん。ココロさん、全く久しぶりではないですけど、こうやってゆっくり話できるのが久しぶりってことや。ずっとやさぐレイちゃんやったからね。もう本当に許してください。恥ずかしくて死にそうです。そうやね、レイちゃんの黒歴史をいじるのはこれくらいにして。って言うても用事があって連絡したわけちゃうんや。声が聞きたかっただけやから。安心したわ、普段のレイちゃんや。ココロさん、それじゃあ長話しても悪いから、レイちゃんは妹のミライちゃんの魂に追いついて蘇りさせる。うちは何があってもアナムネシスにこの手で復讐する。まだお互い目的を果たしたわけちゃうし、この先も大変なことがたくさんあると思うけど、これからもよろしくね、姉ちゃん。はい、心さん。そこは心姉さんの方が、まあええか。じゃ、見学で。どうそうや。よかったら、あの二人にも声聞かせてあげて。きっとうちみたいに心配してるよ。はい。おほほ。第六章、無知の地。もともと第六章はコギトエルゴリズムだったはずだから。あ、違うね。お、いっぱいある。少し整理しましょう。涙の辛さを知ったから。なんかいっぱい来た。強さもあるはずだから。いいんだけど、いいんだけど。夏と金装備っていうのはいいんだけど、2個も乗り越えてる。ガチガチにしてやるぜ。できる。たまにはちょっと大胆なものも。お、これせっかくだから変えてみようかな。うん、まあ、というわけで前に進むからまた新章ということらしいです。まあまたね、もしかしたら違う展開で
第6章以降を見ていくことになるのかもしれませんね。またその様子は次回見ていきたいと思います。はい。では、クライスタ実況プレイのパート33、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。